時空調査員として、なんでね時空が歪んでしまったのかというのを、これから調査していきたいと思います。あ、なんかちょっと時空の歪みを検知そうだぞ。ピポ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 、紛れもなく宇和島駅だ。松山城です。そしてね、松山城からこっちに視線を移しますと、ここに宇和島駅。皆さんこんにちは。長方形です。はい、四国はね、愛媛県からお送りしてますチャンネル長方形ですが、本日は2023年の4月2日の日曜日です。いやー、4月になりましたね。今ね、長方形が来ているのは、こちらですね、これお堀に来ています。堀の内ですね、松山市の堀の内に来ています。で、ね、今日ね、なんでここに来たかなんですけども、今日やばいんですよ。ちょっと大変なこと起きたんですよ。なんとね、松山のね、松山の時空がね、歪んでしまってんですよ。で、歪んだ結果ね、どういうことになってるかというと、歪んでしまってね、なんとね、松山にね、なんと宇和島駅が出現してしまってんですね。時空の歪みによってね、一つの場所にね、こう転送、同じ、ね、ところにね、転送されてきてしまってんですよ。さあ、一体今日、ね、どういうことが起きてんでしょうか。早速ね、時空調査をしていきたいと思います。それではよろしくお願いします。どうぞ。さあ、それではね、時空調査員として、なんでね時空が歪んでしまったのかというのを、ね、これから調査していきたいと思います。情報によりますと、時空が歪んでいるというのはね、こちらです。こちらの、堀の内の公園のところですね。こちらのね時空がね歪んでしまっているということです。さあ、今日はね松山春祭りということで、このね公園にもね、たくさんの方がね来てらっしゃいます。桜もね咲いていますね、こちらね。今日はね松山春祭りということで、このね公園にもね、たくさんの方がね来てらっしゃいます。桜もね咲いていますね、こちらね。で、時空が歪んでるというポイントなんですが、この辺りにあるというふうにね聞いております。時空調査員の長方形としては、それをね、原因をね突き止めていかないといけません。さあ、早速調査していきましょう。この辺の時空が、お、なんだ、なんかちょっと時空の歪みを検知そうだぞ。ピポ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 、皆さんこんにちは。ピポ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 、どこだどこだ、この辺だぞ。この辺に時空の歪みを検知してるぞ。どこだ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 、あった、あそこの時空が歪んでる、時空が歪んでるポイントを発見しました。あちらです。これは紛れもなく宇和島駅だ。やばいぞ。ここは松山なのに宇和島駅が出現してしまってるぞ。これは大変だ。一体何が起きてるんだ。見てください。これはですね、紛れもなく現存十二天守のうちの一つ松山城です。そしてね、松山城からこっちに視線を移しますと、ここに宇和島駅。そしてこの場所は愛媛県美術館です。これ愛媛県美術館なんですけども、なんでこんなところに宇和島駅が出現してんだ。おかしいぞ。一体何が起きてるんだ。そしてここにはなんとおみこしがありまして、四角会と書かれています。そして、こちらにはですね、八角会と書かれています。四角さん、八角さんですね。いわゆるこれは秋祭りのはずなんですが、なぜか秋からですね時空の歪みが発生してしまっているのか、なんとこの場所にタイムスリップしてきてます。一体どういうことなんだ。今日の松山城周辺おかしいぞ。そしてなんとお城まで出現してしまってます。一体どういうことなんだ。こんなところにお城はなかったはずだ。そしてこちらにはなんか海まで出現してますぞ。これどういうことだ。おかしいぞ。さあ、これは一体どういうことなんだ。時空連続体に何か影響があったんだろうか。まずはね、一番問題なこの宇和島駅がなぜ松山に出現してしまっているのかっていうね、これの原因をね、ちょっと先に突き止めていきたいと思います。なんでなんだろうな、なれなさみょぶてがひげでもりくすみつかそとしへのいえいごんのろふけへのいまこのいまみししへぐすへのまいすまめざんだぎひやみしゃうろ。やっぱりね、これはね宇和島駅なんですよね、これ。さあ、それではね、まずはねこの辺りの調査ということで、このね愛媛県美術館の掲示板を見てみることにしましょう。やっぱネットの世界でもリアルの世界でも掲示板が大事です。さあ、ここちょっと見てみましょう。これね、コレクション展というのがあるそうですね。そしてこちらには、なんだこれ、大竹信、の新かな、大竹新郎展という書かれていて、5月3日から、あ、なるほど、まだやってないということなんですね。ん、おや、
長方形の服になんか文字が浮き上がってる。なんだこれ一体。なんだこれは。時空の歪みか。あ、なんだこれ。なんだこれ。え、これ何これ。宇和島駅。なんだこれ。一緒だぞこれ。ここに宇和島駅って書かれてる。なんでだ。ちょっと待って、思い出してみよう。そうだ、これね、宇和島で飯抜きさんに買ってもらったんですよ。で、このシャツね。で、このシャツはね、誰のシャツかというと、大竹新郎さんの T シャツだ。そうか、これ大竹新郎店があるから、ここに宇和島駅のね、ほらこっちにね、ほら宇和島駅がね、これ書かれてるんですね。ここね、ここの辺か、これここに書かれてるんですね。なるほど、謎が一つ解けた。さあ、それではね、一つ目の謎は解けました。大竹新郎店があるので、あそこに宇和島駅が出現したと。じゃあ二つ目のね、なんでこんなところにね、あのおみこしとかですね、そういったものがあるのかということなんですけども、まあここにね、ほら今日ね、松山春祭りのねイベントしてるんですよね。で、見てみるとここにほら昭和の小町みこしというふうに書いてます。そういうことだったんですね。この松山春祭りのイベントでみこしとかですね、あとはなんかバルーンとかですね、そういったものがね来てたということが分かりました。なるほど、そういうことか。いろんなことが重なって時空が歪んだように見えたということなんですね。はい、それではね、本日の動画はいかがだったでしょうか。今日はですね、松山になんと宇和島駅が出現してしまった、その原因ね、時空が歪んでしまった原因について調査しました。その結果ですね、今日はね、見てください、ここにね、大竹新郎店というのが5月のね、3日から開催されますので、まあ、それでですね、ここに宇和島駅が、ね、出現したということなんですね。大竹新郎さんはね、チャンネル長方形の動画でもね、例えば瀬戸内国際芸術祭とかでもよく取り上げたりするんですけども、まあ、現代アート作品ですね、まあ、スクラップアートとかねされてるんですが、実はね、さっきの宇和島駅のね、あれね、ネオン管でして、昔の宇和島駅についてたやつをこう切り取ってね、それを持ってきてるってことなんです。だからあれはただのアートじゃなくて、正真正銘の昔の宇和島駅のやつなんです。だから夜になると光るんですよ、あれね。あれ、前ね、ライブ配信を見せたんですが、あれ光るんですよね。ですからね、昔の宇和島駅のね、思い出をね、ここに来れば感じることができます。チャンネル長方形ではね、四国の鉄道に関する話題、乗り物の話題やっております。そしてね、毎週土曜日の22時45分からライブ配信やってますので、よろしければご参加ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではさよなら。ありがとうございます。アメです。サムシャネルショーリングロードレンダーしておしゃむしゃおいだごとにすなども。